はい、もうすぐですね、9月の株主優待の権利確定日が、来ますね。それで、正確に何日が最終日かっていうのが、こちら松井証券さんのカレンダーちょっと拝借しましたが、9月の29が、まあ、形上の権利確定日なんですけど、売買的にはですね、26日までに買ってですね、例えばもう最終一番ギリギリは26日に買って売らずに27日の朝を迎えると。26日に買って売らずに27の朝、売らずに27の朝を迎えれば、もうそれで株主優待をもらえますので、そういうことになります。26日までに買っても持ってて売らずに27の朝を迎えれば株主優待がもらえます。はい、ご視聴ありがとうございました。